綺麗だった、ぜひ。綺麗だった、ぜひ。綺麗だった。この教会です。すごいよ、入ってみよう。結構人がいっぱいいる。どうでしたか？いやもうすごい落ち着く場所だった。すっごい綺麗だった。もうあの教会すごい綺麗だった。サンミゲルデアジェンデの教会も綺麗だったよね。綺麗だった。綺麗だったんだけど、綺麗だったんだけど、なんか撮影できなかったから、サンミゲルの方は撮影しなかったんだけど、なんかあんなに立体的な内装は、あ確かに、そう、普通教会なかったやってことある人は分かるかもしれないですけど、分かんない、まあ、平面なんですよ。絵がペイントがもうバーッてされてるんですけど、あんなに凹凸があって人の形で盛り上がってきてるのは、なかなかない。綺麗だった、ぜひ。綺麗だった、ぜひ。綺麗だった。お墓に来てください。セントロカルチャルセント、ヨーロッパみたい、本当に。本のところに行きます。あ、かっこいいね。本の虫代表タカさん、なんていうのね、知的好奇心満たしてくれるし、いろんな時代の人との対話ができるんだよね。そういった意味で人生の幅を広くしてくれるのが読書というものです。はい。すごいね、読めますか？読めないよ。It's about the religious language, it's about the political language. So imagine that in a book they say that the Pope wasn't the maximum leader of the church, right? そういった意味で人生を良くしてくれる。ラグルータの温泉からの洞窟に似てる。なんで青く見えるんだろう。ハイスパニッシュ。教会の人いるよね。いる。ほら、誰だっけ、え、めっちゃわかる。日本人ね。そうそうそう、誰だっけ、めっちゃ見たことあるんだけどな。広々、全然全部見切れん。全部スペイン語だもんね。そう。綺麗。どれ、伸びてる。綺麗です。どうですか、校舎は。気にしてなかったのにね、今ね。今全然気にしなかったのにね。ごめんごめん。気づかないとかあんの、ね、気づかない、気づかないと思う、ね、ああ入っちゃった、体勢入っちゃった、体勢。